鈴木総一の談話数第15回目でございます。今日来ているご質問ですけれども、学校で版籍奉還と廃版置県について習いました。これはどう違うのですかというご質問でございます。ではお答えをいたします。徳川幕府の時はですね、300諸藩といいまして、長州藩とか薩摩藩とか会津藩とか300の藩があったんですね。それぞれを殿様が治めておりました。これはその明治期に入りますとですね、1都2都2府43県、すなわち47都道府県になります。この過程で版籍奉還と廃藩置県が生じたんですね。2段階の変化があったということでございます。まずその版籍奉還でございますけれども、函館五稜郭が降伏してですね、幕府から明治政府への権力移行が確定いたしますと、その1ヶ月後のですね、明治2年6月に版籍奉還が行われました。まあ、これはその江戸時代の300諸藩の殿様はですね、幕府から領地をもらっていたのかと。しかしその政権が幕府から朝廷へ移ったのでありますから、それぞれ殿様は改めて朝廷から領地をもらう形にすべきだ。実態は何も変わらないけれども、その名義変更であるのだと。したがってそれぞれの殿様の領地は本領安堵されますよ、こういう内容だったんですね。したがってその単なる名義変更でございますからですね、これに文句を言う人は全くいなかったと。で、各藩殿様はですね、各藩主は地藩寺、知事の地に、藩主の藩にことと書いて地藩寺ですね、地藩寺になった。それで地藩寺の家計とですね、藩の財政は、この明確に区分されたんですね。例えば薩摩藩でありますと、これは鹿児島藩になった。それから藩主の島津忠義という人が藩主から鹿児島県地藩寺になった。ただ名前が変わっただけというのが版籍奉還でございます。この後ですね、岩倉具視、大久保利通、木戸孝允たちが、西郷隆盛を説得しましてですね、明治維新を完成するには廃藩置県が必要であるということで説得をした。で、西郷はこれを了解いたしまして、西郷が逃走するですね、薩摩兵、長州兵、土佐兵、三藩の御神兵、これ8000人なんですけども、この武力によって明治4年7月14日に廃藩置県が断行されました。御神兵8000人がそのにらみを聞かせておりますのでですね、各藩の藩主はもうちょっと逆らうことはできないということで、観念してですね、やむなく廃藩置県を受け入れました。この廃藩置県という異業がですね、一滴の血も流されずに、成就できたというのは、ある種の覚悟を胸に秘めながら、誠心誠意物事に当たる西郷の誠意とですね、胆力の賜物であったわけです。最後だったからですね、その廃藩置県は成就できたと言えると思います。これがその大久保利通や木戸孝允では、策謀家でしょっちゅう人を騙す人望も信頼もないわけですから、そういう大久保や木戸孝允では廃藩置県はおそらく成就しなかっただろうというふうに思います。そういう意味で廃藩置県の偉業を成し遂げたのはですね、大久保利通ではなくて西郷隆盛なんです。
この廃藩置県を成し遂げました西郷隆盛が率いた御舟艇8000人はこのあと近衛兵に改装されますね。これは皇室を守る近衛兵というものに、まあ、変わっていくと、まあ、この後その近衛兵はですね、まあ、儀仗戦、まあ、こう礼儀とかね、そういう儀仗兵っていうのがいるんですけど、なんかに使われて訓練もちょっとすごい減ってきちゃったわけですね。そのうちその近衛兵の戦力はですね次第に低下していって、あまり強い部隊ではなくなってしまいますけれども、その近衛兵の創業時期におきましては一番強い部隊でございました。そういう格好で廃藩置県が成立したんですけども、薩摩の島津久光はですねほとんど逆上しましてですね、まあ、怒りと憎悪で目の前が真っ黒になりました。薩摩藩が鹿児島藩になって、さらに鹿児島県になるなら自分が鹿児島県知事になるというふうに息巻いて周りの者を困らせました。で鹿児島の城の二の丸でですね花火を打ち上げて、まあ、感触玉を破裂させたわけです。まあそういうことでなんとか島津久光は気を紛らわそうとしたんですけども、内心の憤懑はどうにも収まらずにですね、西郷隆盛に強い不満を持って、このあと西郷を怒鳴りつけたということでございます。以上でございます。